皆さんこんにちは のの佐々木のと申します本日は土地価格調査士向けのお、ねえー、直前期の民法特別講義ということで、えー、今回はあの、まあね、約1時間半の講義で、えーまあ、あの民法の虚偽表示にスポットを当てて、えーね、あの民法の虚偽表示が本試験で出たら絶対取ってくださいねというところであの過去の虚偽表示の出題実績としてはそんなしょっちゅう出るとこではないんですが、えーまあ、直近調べてみると27% 7年に意思表示のところが詐欺脅迫で一問出てますよね。で、虚偽表示って。まあしばらく出てないところなんですよ。ただ、意思表示の分野では民法の中ではあそこそこ。まあメジャーなところではあるので、えー、なので、もし虚偽表示で出たならば、あまあ意思表示。仮にミックスで出たとしても。 意思表示で例えば虚偽表示とか錯誤とか、えー、詐欺脅迫で1問ミックスで出たとしてもその中に絶対虚偽表示入ってると思うのでそうするとミックス問題だと絶対軸足にすることができると思いますしでそしてまた、まああのねえー、民法3問中、まあ、皆さん何問正解狙ってるでしょうかね、えー、まあ一般的には多分3問中2問は取ってほしいかなと一般的に合格したいんだったら3問中2問取りたいかなというところで望、まあ、んでいただきたいんですよ。 そうするると問、まあ、問中2問取るためにはあぜひこのありもし出たらそこをしっかり拾ってくださいねというところで、あのー、今日の講義の中でも受けながらも知識をそのまま補充していくというところであんまり他の分野に時間かけてられないと思うので、えー、虚偽表示のところ出たらもうここで、えー、仕留めてくださいというところで、えー、まず中身の方そもそも虚偽表示が何ぞやに関してはあよろしいかなと思いますから、えー、ちょっとレジュメの方ね、えー、お手元にご覧ください。で画面の方にも写しながら進めてままいります ますが、えー、虚偽表示においてはそもそも売る気もないのに売ろうと言った買う気もないのに買おうと言ったあとなるとそもそも当事者があ売る気もない買う気もないんだったら売買契約は当該売買無効でいいじゃんっていうとこでしたね。 ですから、えー、虚偽表示は当事者間ででで無効なんすすよ。ですから A 所有の土地を B に売ったとしても B が買う気がない A も売る気がないんだったらたとえ契約書を作ったとしてもたとえ所有権移転登記を備えたとしても、えー、所有者は AB です。えー、a 間では無効ですから所有権移転してられる所有者は A でしょ。 だけれども当事者だけで住んでるってったら問題ないんだけれども第三者が出てきたらその人の取引安全考えなきゃいけませんから話は変わってきますよというところで、えー、よって第三者に対する関係においては虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗することができない。えー、どういうことかっていうとその下に図がありますがじゃあね A 所有の土地を B に仮想売買これが虚偽表示ね。 売る気もないのに売ろうと言った買う気もないのに買おうと言ったそうすると A 民間では所有権移転してないはずなんですよ移転してないはずだけれども B が C に転売しましたただ C さんはあ虚偽表示だってことを知らなかったんですね AB 売買だったことを知りませんでしたならばこの場合 C の取引安全を考えなきゃいけませんからあまあこの場合は善意の C に対しては AB 売買は無効だから C さんあんたの売り主 B さんは所有者じゃないからあなた所有権取得できませんよっていうことを言ったら C さんかわいそうですよね。 よって C の取引安全を守るためにもここ C94 条に丸って書いてありますが善意の C3 保護されるという意味で A は C に対して「ねあなた所有者じゃない人から買ったんですよだから駄目ですよ」ってことを言えないっていうのがその上の図表の2段目なんですね。 虚偽が無効ですよよよってて B さんん所有権取得してませんよだから BC 売買や他人物売買ですから C さん所有権取得してませんってことを A さんお前が言うなって話ですよ。そもそもといえばあんたが売る気もないので売ろうと言った虚偽表示の仮想売買なんてことをした A さん自業自得でしょというとこですね。よって、えーねえー、そんなやらんでもいい虚偽表示の売買なんてことをやった A さんの保護よりも C の取引安全を図ったと。 いう意味なんですじゃあここね、えー、じゃあ善意の第三者とは言うけれどもだったら第三者だったら誰でも保護してもらえるのかっていうと例えばもう全然関係ないねねあの近所のおばちゃんだって言ってしまえば第三者っち第三者ですよね。 AB 売買が無効です、ね、えでもその事情を知りませんでした C のおばちゃんねえねえあの C が近所のおばちゃんです全然関係なかったら A は近所のおばちゃんに対して無効なんですってことを主張できないのかっていうともそもそも近所のおばちゃんって全然取引外ないでしょそんな人にはもうねえイ、ー、バ契約は無効ですからってことを主張できるんですよって、えー、あくまでもその人の取引安全を保護してあげたい。 じゃあ保護されるべき第三者、それが二番です。九十四条二項で保護される全員の第三者ってどういう人ですかっていうと枠の中まず、えー、虚偽表示の九十四条、えー、虚偽表示の第三者問題が出てきたら必ずこの二重線の枠内に入れ込んでみてほしいんです。ねえー、そこで二重線の枠内虚偽でなされた意思表示が 有効であることを信頼してですから上の ABC の事案で言いますとそもそも AB 売買があ、ね、虚偽事だなんんてことを知りませんでしたですから AB 売買が有効だよって B さん所有者だその所有者と思った B から買った C さんね虚偽でなされた虚偽でなされた虚偽でなされた表示、本当は虚偽でなされた意思行事なんだけれどもそんなこと知りませんでしたよという状況で でそれを信頼して新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った第三者。で、えー、この第三者というのは今の ABC で言いますと第三者たる地位を取得した時点においてつまり BC 倍々2倍々の時点で問題の法律行為つまり丸1倍々が虚偽表示であることを知らない。 考えたこともなかったわというので例えば B さんから実はそのことをうっすら聞いてたならばあんた AB バイバイ虚偽行事だってこと聞いてたじゃん知ってたじゃんならばあんたの取引安全を保護する必要はないからっていうところになるわけです。よって、えー、まず知らない第三者を保護しましょう。 新たたな利利害害関関係係独立した利害関係じゃあ法律上の利害関係ここれれららをこれから見ていきましょうその下具体例ですまずここからいろんな具体例出ていきますがこれいずれも判例事案ですから虚偽表示の問題が出るとしたらもうほぼほぼこの具体例のこの事案形式で出てくるとは思うんですがよってこの事案ごと何か事案をアレンジして出すことはもうできないと思いますから。 えなのでこの事案で覚えていただきたいんですがまず具体例虚偽表示は全て AB 間にありますよ。ここで登場する、C、さんが 善意だったら保護されますかどうですか、えー、94条2項ってのは民法94条2項で善意の第三者保護してあげる保護されるべき第三者に当たりますかどうですかで、このページ2ページ3ページ見渡してもらうと942項のところに楕円形の丸がついてるところはこの人善意だったら保護してあげますよで隣のページ見てもらうと、えー、いずれも942のところにバツがついてますよね これらはこの人たちは保護してあげない善意だったとしても保護されませんという人たちなんです。ということでではね括弧1番虚偽表示による譲り受け人からその目的物について定当権の設定を受けたものというところで、えー、まず AB 売買が虚偽表示による売買これ94条1項というのは仮想売買ですね。 A さん売る気もないのに売ろうと言った買う気もないのに買おうと言った B さんですそうすると AB 売買は無効ですから本当は B さん所有者じゃないんでしょ所有者じゃないですから、まあ、B さんのところに点々で土、えー、地を書いておりますがただあたかもなんか B さんが所有者のごとく振る舞って C に対してお金を借りてなんか担保出してって言われたからこの土地に手当権設定したんですよ。 ねそうすると、C さんはそもそも抵当権設定契約時点において、えー、まあ B さんが所有者じゃないなんてこと知りませんでした。丸一売買が虚偽表示で無効だなんてこと知りませんでした。後になって、えー、いやいや、あーね B さん所有の土地じゃないから、C さんはあなたこの土地に対して抵当権持ってませんよっていうことを言ったら、これ可哀想じゃないですか、C さんが。よって、えー、C さんはこれ。 上に当てててはめてみてください。B が所有者だと信じて AB 売買が無効だなんてことを C さん知りませんでしたで、B、C はまず虚偽表示の AB 売買のあと新たな定当権設定契約っていう土地に対して利害関係を持ってますよね。そそししてその独立したというのは B から独立した利害関係定当権者という立場ね。 そして、えー、法律上の利害関係、土地に対して抵当権を取得したと法律上の利害関係を持ってますね。よって、えー、新たな利害関係、独立した利害関係、法律上の利害関係いずれも持ってますよ。これ一個でもかけたらアウトなんですよ。この三つを備えていますから、C 三全員だったら保護してあげる、抵当権、えー、主張できる。となるとこの場合ですよ。 でも少なくとも AB 売買は無効ですから B は所有者じゃないんですよ B は所有者じゃないけれども C さんの抵当権は保護されるので残念ながら A さんは所有権は自分のものだけれども抵当権がついちゃうよって話ですだって A は C に虚偽表示の無効を主張できないってことは C の抵当権は法律上保護されます A の土地に C の抵当権くっついちゃう これは A 三虚偽表示の売買やらんでいい虚偽表示の売買やったあんた自業自得だよねというところですね。で続きまして今度括弧二番でちょっとここが考え方難しいんですがで発生を仮想された債権の譲り受け人とありますがでこの発生を仮想されたっていうのはそもそも民営間でお金の貸し借りなんてものはしてないんですよ。 だけれども、例えば借りたことにして、えー、例えば借りてないのに借用書を交付したとかね、借りた手を装ってるんですよ。貸してないのに借りてないのに借りた手を装った。 でそうすると、まあ、A さん借金してないのに B さんに、えーね、借りたてをようってだいたいこういう時裏切るのは B ですよね。A、B が裏切って、えーねあのね、A の借用書を持ってるから B が C に対してこの債権を買わないみたいな感じで、ね、債権譲渡ししましたそうすると C さんはそもそも BA 間の,、えーまあ、あの金銭消費対策、えー、借金が、えー、虚偽表示だなんてことを知りませんでした。で この場合上に当ててはめてみましょう、えー、BC の、えー、仮想債権まあね仮想で、えー、あのそもそもお金借りてないのに借りた手を装ったその後に債権上と新たな債権上と新たに利害関係を持ってますね。でしかも債権上との譲り受け人という法律上の利害関係あるでしょ。そして、えー えー、独立した利害関係まあ B と C とは、えー、債権譲り渡しに譲り受けに別個独立の立場でしょうよって、えー、この場合は C さんは BA 間の仮想債権まあ発生が仮想されている債権ということを知らなかったならば結果 C さん債権取得できます まあ、この場合結論としては C は弁済金になったら自分が聞いたって弁済金になったら A さんにお金払ってくださいって言われたって A さんはしょうがない払わなきゃいけないんですよ。そもそもあなたが一なんてことをしたから自己自得でしょと。まあ、なので、まあ、後処理、まあここは試験出ないので聞いていただきもうここは聞き流していただい結構ですが後処理としては。 A は B に対して、まあ、C に払った分を、ね、あの不当利得で返還請求だとかいうことにはなるんでしょうけれども、まあ、ただそこはは試験には出ません少なくとも試験で問われるのは C さんはこの債権取得できますかイエス可能かで言うとイエスですね。では、えー、仮想譲渡された目的物に対して差し押さえをしたあ仮想譲り受け人の一般債権者。 でこれカッコ1万と話似てるんですよ AB 売買が無効ですただ民主さんがあったかも所有者のような体が存在しますよでそこで B に対してもともと C がお金を貸し付けておりました B さんがなかなか借金返してくれません借金返してくれません B の財産いろいろ調べてみるとあどうやら B 土地持ってんじゃないかということで土地を差し押さえました差し押さえた後になっていやいやあれ俺の土地じゃねえんだよと、うん、あいつの土地だでと A からしてみてもちょっと待ってあいつの土地じゃねえぞと B の土地じゃねえぞと俺の土地だから AB 売買はそもそも仮想上土だったから B さん所有者じゃないんですよと言ってももう差し押さえまでかけた ストには AB 売買が無効だから差し押さえ空振りですよとは言えないんですねこれも C さんは、えー、B さんがあたかも所有者だと信じて差し押さえたという新たな利害関係持ってますなおかつ、えー、B と C とは独立さ関係ですでしかも差し押さえたという法律の利害関係あるでしょ 新たな独立さ法律上の利害関係を持ってますから、えー、もう差し押さえまでかけたらもう残念ながらもう C さん、えー、まあ A は C に対して、えー、B の土地だから B の土地じゃねえってことは言えないんですね。でこれに対して、まあ、残念ながら保護されませんよっていう人たちが次の3ページです。では括弧4番。 えー「虚偽の債権の譲り受け人」から「取り立てのために債権を譲り受けたものでこの「取り立てのために」っていうのはどういうことなのかってことなんですがでこの事案は前のページの括弧2番と話を区別してください。前ののページの2番と区別していただきたいんですがまずもともと「 A. 交換でアルファ債権は、これはもともと存在する債権なんです。虚偽の、あの活性を仮想した債権とかではなくて、アルファ、アルファ債権はもともと存在するんです。で、それを A. が B. にやらなくてもいいのに。債権譲渡したことにした。B. も債権を譲り受けたことにした。A. B. 間で債権の仮想譲渡です。 そうするとと少ななくとも AB 間ではは債権の移転はないでしょ。AB 間では債権上と、えー、仮想上とは無効じゃないですか。よって、えー、まあ AB だけでじゃあ話が終わってると B さん債権者、R、は債権取得しましたかって言うと取得してないんですよね。じゃあこのあと B が C に対して債権を さらに転売というか、えー、転売するんですが、この債券転売の理由が。取り立てのための債権譲渡、で、この取り立てのための債権譲渡って何なのかというと。まあ、ちょっとベタに言うと、C さんは債権回収のプロなんですよ。まあ、取り立て屋さんと思ってください。C さん債権回収のプロなんですよ。で、債権回収だって、あの口で言うのは簡単ですが。 ね、払ってくださいってみんなが「はいはい」って払ってくれるわけじゃないんですよね。えー、ああだだこうだ渋っっっっててて、えーね、お金払ってくれない人ってい,っぱいいい人ぱるんですよそうすると、まあ、取り立て屋さん債権回収のプロに依頼して B が債権、ねえー、者としてう、えー、のもとに回収に行っても「ああだこうだ」言われてお金払ってくれない。ならば B さんはいいですか AB 間は仮想譲渡ですから債権者じゃないんですよ再建者じゃないけれどもでもなんかね例えば A からなんか債権譲渡契約書とか A と CB とで債権譲渡契約書とか取り交わしてるのでまあとりあえず A を裏切って言ってみるか回収してみるか。 で,えー、でも自分でやってもちょっとうまくいきそうにねえなということでお金を回収したい、ねえー、じゃあ C に、えーねあのーね、あなたに一応なんかね、えー、あ,のあなた債権回収のプロでしょとうまく回収できたら成功報酬何割お支払いしますから、ね、あなたお金回収してきてもらいますとそうすると取り立て屋さん、えー、ねえ債権回収のプロだと、えーね、うまく取り立てたら成功報酬何割もらえるんだったら C さん,ん頑張っちゃいますよね。 そうすると、後になって、えー、C さんにいやいや実は A.B. の債権譲渡無効でしたから、実は B さんそもそも債権者じゃないんですよ。そもそも債権者じゃないので、えー、ねこの場合あなた債権取得できてないんですっていうことをここ A が C に言えるかという話です。だってもともと債権者 A でしょ。A が C に、えー、そもそも A.B. 譲渡は無効ですから。 そそもそも B さんんは債権者じゃないんですよって B から債権譲渡を受けたとしても無権利者の B から債権取得できませんよということを A は C に主張できるかでいうとこれ C さんのところに94条に項ばってんついてますよね。つまりたとえ C さんは B が債権者じゃないということを知らなかったとしても保護されないんです。 なぜかですが、これも前のページの枠の中に入れ込んでみてほしいんですよ。まず確かにね、丸一上との後と丸二債権上通していますよ。ですから二十線前のページの二十線見ると新たな利害関係はあるでしょう。ねそして、えー、じゃあ C さんが B とは独立さ利害関係があるかというと、まあいわば 取り立てのための債権譲渡っていうのは、C が B の代わりに債権回収に行くだけでしょう。いわば C が B の手先なんですよ。自分じゃうまく回収できないから、あんたに回収依頼しますよ。うまく取り立てたら、あんたに成功報酬何割あげますよという意味で、えー、ねあの債権譲渡、債権回収をやりやすくするために、ね、形式的に債権譲渡してるだけなんですよね。 そうすると B と C は独立した関係で言うかというと独立しししたた。関係じゃなかろうと判判例は判断しましたよって独立した利害関係にはありませんから、えー、この場合は C さんはたとえ AB が全員再建上と仮想だということを知らなかったとしても保護されませんという意味です。 C さんは当該債権、アルファ債権について独立した利害関係がないと評価されました。よってこのアルファ債権は A のものです。C さん債権取得できていませんから。A のものです。まあ,あとはね C さんの不利益っていうのは B に対する損害賠償なりで完結するしかないかなというとこです。 続きまして今度括弧5番です。今度は、えー、代理人や法人の代表機関が虚偽表示をした場合における本人や法人とありますがじゃあねここでですよ、えー、新法人で、ね、じゃあ新法人が仮に土地を持ってたとしましょうか、えー、新法人所有の土地を売却するときには法人は法人自体は意思表示できないでしょ。 そうすると、えー、C 会社の土地を売るんだったら C 会社のの代表者がこの土地買いいまませんかって言いにきますよねそうすると、えー、C 会社新法人の代表者 A が B に対してこの土地買いませんかって言ったんですよ、えー、C 法人の土地ね新法人の土地を売却するのに、えー、C, 法人の土地の C 法人の代表者が B に対して話を持ちかけた。ただそもそも相手方 B さんは「ねこの会社土地売る気ねえな」と。 いうことを知ってたんですねそして B さんもそれに乗ってあげたんですよ分かりました買ったことにしましょうはい買いますとこれ何やってんのかっていうと例えば C 会社はあちこちから例えばねイメージね C 会社はあちこちから借金抱えてます、えー、そうすると、えー、C 会社はあちこちから借金抱えてるこのまま土地持ってると殺傷債が来ると困るな財産隠しをしたい C 会社の代表者考えたんですねよっしゃ B に売ったことにしよう。 B さんんもそこに乗ってあげたんですね分かった買ったことにしたるわよっしゃ買いますと言って売買契約書とか作るんですよ。そうするとこの場合ですよ少なくとも C 会社の土地を A 大取代表取締役が売りますよ AB 売買が行われましたあくまでも C 会社の代表者として売ったんですよ。個人で売ったんじゃなくて C 会社の代表者として、A、土地を売りました。 ただ相手方の B さんもいわば財産隠しに付きあってあげている虚偽表示のの売買の当事者でですす相手方ですここでですよなんかね、えー、後になって会社の処理整理してみるとなんかね C 会社の土地を B に売ったことになるとかいう契約書が出てきたんですよ。そうすると C 会社はまあ,あ,あよっしゃ土地売れたじゃんお金入ってくるじゃんってことで C 会社から B に対して「えー、ねえあ,あなたうちの土地買ってくれたんですよねお金払ってもらえますか?」って言われると B さんはいやいや虚偽表示ですからとあいうことでじゃあ B さんは C 会社に対して代金の支払い拒絶できますかでここで言うとそもそも 新法人の代表者として、代表者 A. がやらかした行為でしょねえ、えー、そうするといわば、これ新法人と代表取締役 A. っていうのは。これ独立した関係ですかっていうと、まあ、ある意味一心同体みたいなもんでしょ会社の代表者として、この土地を売った。で、しかも、それが虚偽表示だった。ね。 うちの会社は知りませんでした代表取締役は勝手にやったことですから売買契約をしましたねお金払ってくださいってことを言えるかっていうと言えませんよ。よってまあしかももっと言うと前のページのもう一回枠の中見てください新法人一の後何もしてないでしょ新たな利害関係ないじゃないですか。新たなな利害関係もなければ A と。そそももも独立され関係もありませんよと,というところで、えー、まあ新たに何もしてないそしてまた C 会社の代表者として行ったならばこれ言ってしまえば、まあ、虚偽表示のいわば当事者たる立場ですよね。よっていや会社の完治しない行為ですからお金払ってくださいってことは言えないんですと。 A. のやった行為だから、うちの会社知りませんでしたから、あ,あ、うちの会社は保護されますよって、お金払ったくださいとは言えないんです。ということです。新たに何もしていない。えー、よって、C. 法人は保護されない。じ続きまして、今度括弧六番です。これね、括弧六番の話っていうのは。前のページの括弧一と括弧三と比較していただきたいんですよ。 前ののページの1と3と比較してしてほいんですがまあ図の表記としては似てるんですがじゃあね A 所有の土地を売る気もないのに B に売ろうと言いました B さんは買う気もないのに「はい買います」って言った AB 売買仮想譲渡です。によって、えー、まず AB 間では所有権移転してないでしょ前のページの上でやったように虚偽表示は無効ですから AB 間で所有権移転しないんですよ。 そうすると、ビンさん所有者じゃありません。でも旗から見ると例えば、あ別に移転登記なんかしてもしなくてもどっちでも構わないんですが、旗から見たらまあね、えー、まあ売ったことにした、特に財産隠しのような場合なんかだったりすると、登記まで移転しちゃったりすることあるんですよ。もちろんそれは、えー、嘘の登記ですよ。 ね、真実を反映してない,といです A から B への所有権移転なんかないけれども、ね、売った体を整えたってことはあわざわざ、ね、登録免許税まで払って、えー、移転登記をしちゃうんですがでそこに目をつけた B に対すする再建者 C ですよ、ねええー、そうするとよっしゃよっしゃあいつ名義の土地があるからいざとなったらあそこに差し押さえかければいいかと思った。もしくははですよよ場合によっては この C さんの債権取得時期として例えばね B 名義の土地があるからあいつにお金を貸しても大丈夫だろうなと思って、えーまあ、C が B にお金を貸しましまたそうするとこれ、まあ、C さんのところバッテンついてるんですが前のページの話っていうの理屈でいうと AB 売買虚偽表示の後もしも2番で後から貸し付けを行ったならば。 新たな利害1のあ丸2貸し付けであれば新たな利害関係と言えなくもないですね。でしかもお金を貸し付けたという意味で B と C は独立した立場とは言えますよね。だけれどもここで問題なのは C はこの土地に対して何か法的な権利を持当てにしてお金を貸しただけであって、えー、虚偽表示の目的物は土地です。 土地について定当権の設定を受けたとか差し押さえをかけた土地に対すする法律上の利害関係がないんですねよって土地を当てにしてお金を貸したとか土地を当てにして債権回収ずっとしなかったあいつ土地を取得したみたいだからお金、まあ、今は取り立てなくても大丈夫かなと思っていただけではこの場合 C さん保護されないんですよ。 よって C さんがこれを当てにしてお金を貸したならば抵当権設定まで受けていれば保護されたんです差し押さえまでしていれば C さん保護されたんですただ単に土地を当てにしていたというだけでは虚偽表示の目的物の土地に対する法律上の利害関係がないんです よって、えー C、さん残念ながらえちょっと待って AB 売買無効だったのってこと知らなかったとしても保護はしてもらえないと差し押さえまでして初めて利害関係あり低当、えー、権設定まで受けて、えー、利害関係ありという評価なんですね。まあ、なのでまあ無担保でお金を貸すっていうのは怖いことでもあるわけですが。では続きまして。 今度7番ですちょっとここも難ちかく感じるかもしれませんがいいですかまず土地が仮想譲渡された場合におけるその土地上の建物賃借人とあるんですがまずいいですかここで AB 売買が虚偽表示でで行われました土地ですそうすると B さんは土地所有権は取得してないですよね。 民産土地所有権は取得しておりませんけれどもねえただ一応、えーね、土地の譲渡が行われた体が存在しましたでじゃあその後ねみさん何をしたのかっていうと民さん所有の土地でもないのにその上に、まあ、所有者みたいなもんですからもう傍から見たら所有者みたいな体があるわけですからその上に勝手に民さん建物建ったんですよ。建物建てました。 ねえ建物を建ててでしかもねそれを賃貸に出したんですよ。建建物物賃貸。C、さんんんは建物に住ででるんですよ。そうするとまあ土地と建物って別個の不動産ですよね、まあ、私が言うまでもないですね皆さんに。でそうするとじゃあ C さんは建物を借りてる人です。ねえ。 B c 間の建物賃貸借は所有者の建物所有者の B から借りてるんだから一応 C さんは建物の賃借人には違いないんだけれどもただ問題なのが B さんは土地の無権利者ですから土地については無権利者ですからいわば不法占拠状態でしょ ?AB 売買土地の売買無効でしょ A B の土地の売買無効です、A。B さんは土地の利用権を持っていません。所有権も持ってなければ賃借権も地上権を持っていません。でこの状況で、まあ、A さんはまあね久々に現地見に行ったんですよ。あ、えと、ー、になってしばらくぶりに現地見に行ったら、あれ建物建ってる。なんだこれと。ね、えー、でもそもそもあいつに売ったあれ仮想売買だったからあいつ所有者じゃねえよなと。ね家ピンポンしてみたんですよ。家ピンポンしてみたら C が出てきたんですよ。 ね、C さんに「あなた誰ですか?」って「あなたこと誰ですか?」って言われて「ねえー、いやいやあ,、ね、あ,のあなたこの建物どうしたんですか?」って言ったら「あーいや B さんから借りてるんです私は賃借人です、えー、所有者の B さんから借りてここに住んでるんですちょっと待てえと」と、えーね「俺は B に土地売った覚えねえぞ」と。ね、いろいろ調べてみると土地の AB 売買が仮想譲渡だったつまり B さんは土地所有権持ってなかった。 土地所有権がないならばこの建物は土地利用権がありませんから不法占拠ね。じゃあここで A は B に対して「あなた不法占拠でしょ AB 売買土地の売買は無効ですから建物を壊して土地返してくださいと」と建物宗教土地け渡請求、ね、えそもそもあなたは土地所有権持ってないんだからあねえ建物存続することはできません。 よって、えー、この場合まずここね A は B に対して AB 間では虚偽表示の土地の虚偽表示の当事者ですからあ A は B に対した土地売買の無効主張できます。とするとまず A は B に対して建物を壊して更地にして戻してください。じゃあ建物を壊して更地にして戻してくださいその前提として建物を壊すためには C さんに。 建物から出てってもらわなきゃいけませんね。よって A さんは C に対して建物を退去請求をかけたんです。じゃあこの状態でちょっと待ってくれ。C さんは私ね、えー、B さんがあ土地の利用権持ってるまあもっと言うとめはねさ所有者の B さんから建物を借りたんですよ。ねこれ皆さん例えば あのまあ、建物の賃貸借なり、えーまあ、もしくはアパートマンションの賃貸借借、ね、借りて住んでる方もいらっしゃると思うんです、えー、もしくは一般的にちょっと想像してみてください皆さんじゃあ C さんです、ね、建物を借りました、ね、建物所有者なんですよ大家さんは建物所有者なんです建物所有者の大家さんから建物を借りました住んでますあとになっていや実は土地が不法占拠でしたから出てってくださいって言われたらそんな知らねえよと。 まあススス知らないんですよね。まあ C さんも知りませんでした。A.B の土地の売買が無効だなんてそもそも虚偽表示だなんてことを知らなかった。知らなかったどころが普通考えもしませんよ。知らなかったから私保護してもらえますかっていうと一見じゃあ前のページの枠の中に入れ込んで考えてみてください。A.B で土地の売買を丸1で仮想上としました。ですから B さん土地所有権取得してません。 でも、その後、B. が建物を建てて、建物賃貸借を行っています。新たな、丸一の後、新たな賃貸借契約をしてますよね。そして、また、まあ、B. さんは建物の賃貸に、C. さん建物賃借人。B. と C. とは独立し関係にありますね。 先ほどの例えば取り立てのための債権譲渡みたいに、えーね、C が B の手先だろとかそういったケースじゃないでしょですから B と, C とは独立した立場ですでしかも賃借人といいう法律上の利害関係あるじゃんって思いますよねでも判例は「ダメと「えー、C さんあなた保護してあげません」「なんでか」これ結構批判もある判例なんですがでどういうことかっていうと。 仮想上との目的物は土地です。C さんは建物の賃借人なんです。C さんは土地に対して法律上の直接の利害関係を持っているか持ってないですね。よって、まあこの場合はいわ、ね、C さんは土地に対する法律上の利害関係がありません。 A さんからこれこれこういう事情で実はあなたの大家さんは建物建物所有者ではあるけれども不法占拠だったんですとつきましては不法占拠状態の建物はそのまま存じできませんから建物を壊してもらうことになりますから建物を壊すんだったらあなた出てってもらえますかと言われたらあ,あそうですかと出てかなきゃいけないとなんかすごい納得いかないと思うんですよね。 でえー、これも結構この判例の処理に対しては批判は強いんです、えー、多くの学者さんからこれちょっといかがなものかね C さん保護してあげるべきじゃないか C さん住むとこなくなっちゃうじゃんとおいうような批判もあるんですがあただ、えー、こちらについてはまあ,あ残念ながら火葬譲との目的物は土地ですよということでまずまあね、えー、C さん、まあ、そのさっき言った批判をする多くの学者は。 C さんは普通建物を借りる時に、えー、もうそもそも前提として大家さんが土地利用権を持ってるか、えー、大家さんが前の人から買う時に仮想売買じゃないかどうかって普通気にしないでしょ。にもかかわらず後になって出てってくださいって言われて出てかなきゃいけない、えー、これはあまりにもシーンとってこくじゃねえかそもそもといえば A さ,んだ A さんの方が悪いんじゃないのと。 売売る気もないのに売ろうといったやらんでもいいことやけたことやった A さんの方が悪いんじゃないかとは言いますがただやっぱりここは判例は、えー、土地とと建物は別個の不動産と C さんは建物の賃借人であって土地について法律上の利害関係なしという処理になる まああとは審査の不利益に関しては B に対する損害賠償請求なりで片付けるしかないかねというところではありますでは続きまして今度次のページめくってください四ページです四ページの三番でじゃあね ここで転得者は第三者かという話で、えー、あのー、ね、えー、過去の本試験とかでもあのー、ね、えー、売買転売さらにその先、えー、という話、えー、出ましたかね、えー。ちょっともうこのぐらいまで出てでもあ多分この事案ぐらいだったらあねあの出てもおかしくはないと思いますから。まずいいですか。じゃあここでですよ。カッコ一番第三者が悪意 で転得者が全員この転得者っていうのはいわば A 民を虚偽表示の当事者と考えて C さんを第四者と第三者と考えると転得者ってここでいう第四者みたいなもんですよ四人目の人ですこれが転得者と思ってくださいではここでいいですかまず A 民間で虚偽表示がなされましたじゃあ A 民は虚偽表示で無効でしょ B さん所有権取得してません じゃあ B からこの土地をまあ虚偽表示の目的物,物が土地だとしましょう、えー、B からこの土地を買い受けました C さん悪意です C さん悪意だったらこの場合は今まあ,あ保護されませんよね。よって A は C に対しては AB 売買が無効だからあ C さんあなたと所有権を取得してないんですよと言えるんです。だけれども 悪意の、C、から譲り受けたつまり第4番目の人4社 A からしてみたらあ1番目が AB、ね、から a、B、売買そして BC 転売さらの再転売まあ C を第三者というなら、まあ、D を第4者と言ってみたんですが間にワンクッション人が挟んで悪意の第三者を挟んだ善意の転得者。 保護されます。かこれ結論丸というのがこれね仮想売買の当事者からの直接の譲り受け人でなかったとしても善意のデーさんの取引安全保護したい。よって、えー、仮想譲渡の当事者からの直接の譲り受け人でなかったとしても、うん、デーさん保護してあげますよ。これも先ほどの 二重線の第三者に当たるかどうかの判断で区別つくんですねつまり虚偽でなされた AB 間の売買契約意思表示がある有効であることを信頼してつまり AB 売買がそもそも仮想だなんてことは知りませんでしたでそれで新たに独立した法律上の利害関係を持ってますかっていうと全部これ当てはまるじゃないですか ね、AB 売買のあと間にワンクッション BC 転売が入ってるけれども、えー、ね C d 間で新たな売買契約を締結していますそして、えー、D は別に C とか B の手先じゃないんでしょ独立した飼い主という土地に対する法的な利害関係持ってますよ。ならばあこの場合は直接の譲り受け人じゃなかったとしても、まあ、第三者には違いないですね。 まあ AB 売買を当事者と考えるならば C だって D だって第三者なんですよ当事者じゃなかったらもう基本第三者ですね AB 売買が当事者ですじゃあ C だって D だって AB 売買の当事者ではない第三者です第四者だって AB 売買からしてみたら関係第三者です間に悪意のワンクッション挟んでも C さんの取引安全を保護してあげましょう ですから、やっぱりこういった。悪意の首都ワンクッション挟んだとしても、ただあまあ、そもそもね。ここ a と d を天秤にかけてみてください。何も知らずに譲り受けた。d さんの取引安全と。やらんでもいい虚偽表示をやった a さんの落ち度ですよ。この場合はやっぱ d さんの取引安全を保護してあげたいというところですね。 よって D さんは間に悪意の人ワンクッションを挟んでも自分が善意だったら保護されると。じゃあ今度逆だったらどうでしょう番じゃあ第三者が善意で転得者が悪意です。ですから、まあ、善意の第三者を押してあげましょう。ねえいいですか。えー、っと1番は D さんが善意2番は C さんが善意。 じゃあねこれどうでしょうまあ結論から言うと悪意のさん保護されちゃうんですよでこれだってさっきのあ公式に当てはめると悪意のさん保護しちゃダメなんじゃないというところなんですがここの理屈はカッコ1番とそもそもの理屈が違うんですで,ではね AB 売買が虚偽表示で無効ですでもそのことを知らずに C さんが B から購入しました そうするとまず C さんが九十四条二項で保護されますね。えー、ね、A.B. 売買の後新たな買い主、新たな売買契約、新たな独立した利害関係、法上の利害関係があります。えー、C さんはまず九十四条二項で保護されて、そうするともうこの時点で九十四条の話おしまいなんです。C さん所有者でしょ。所有者の C から買った D さん。 後になまあね D さんは買った時に実はあ、ね、その前のバイバイ AB バイバイ虚偽表示だったらしいけれどもそのこと知りながら買いましたで結果 C さんこの土地を所有権を失わずに済むんですよ。よってまあ D さんは実は自分が買った時に AB バイバイ虚偽表示だったことを知っていたけどデ d さんは土地所有権を失わないんです。 でここの理屈なんですがいいですか、D、が94条2項ででで保護されるといいうわけではないんですだって、D、さん悪ですから94条2項で保護されるのは善意の第三者ですから「D」が94条2項で保護されるのではなくて「C」が94条2項で保護されます。ってことは C さん土地の所有者です。 所有者から買った D さん、えー、C イ間は普通の売買契約でしょう。所有者 C から土地を購入した昔の事情を知ってた D さん。よって C が94条2項で保護された、えー、結果的に悪意でも所有権取得できちゃうというとこなんですが。 なんんかこれもやっとしませんそうすると例えばねこれ D さんは例えばねじゃあ AB 前イバイが給表示で無効だということを知ってた、えー、B から話を仮にね仮に B から話を持ちかけられた D さんちょっと待って自分がこれ直接あんたから買っちゃうと私悪意だから保護してもらえないからちょっと事情知らない C さんワンクッション挟んじゃおうと。 事情を知らない人間に誰か買ってもらってその人から買い受ければあ保護されるんだったらおかしいんじゃないということになりそうですね。でただこの場合いやいやもうね D さんは悪意でも所有権取得できるというようにしたん,んた,た,んんんた,たんです。というのがもしここでですよ 悪意の D さんはあなた買った時に AB 売買で虚偽表示だったことを知ってましたねつきましたら所有権取得できませんよとなるとこの場合 D さん所有権取得できなかったら C に対して払った金返せとかいうこと言っていくんですね、えー、D は C に対してなんだよあんた所有権取得できなかったじゃんと、えー、お金返してくれやみたいなことを言い出すんですよならばせっかく全員の C さん保護してあげたのにあと からそんな話にまた巻き込まれてしまうんですよねそうすると、えー、ねせっかくの C さんの取引安全を図ったのに後から悪意者が現れたら C さんもまたと飛んだとばっちりですよ C さんを保護したつもりがまた C さんなんか余計なトラブルに巻き込まれちゃったりするわけですから C さんを守りたいよってもう一旦全員の第三者に渡った時点でこの話ははいおしまいといういにしたかったんですそしてまたもしここでですよ A が悪意だから A は D に対して私の土地ですっていうことをも主張できるんだったらこれが売買転売再転売ってことを繰り返されるにあたってえ善意だったらはいもう A さん所有権主張できないでも悪意者に渡たったら所有権主張で,主張できるとコロ,コロ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 変動するのはこれはちょっと法的安定性を害するでしょ。 だって C さんに渡った時点で C さん全員者でしたから A は C に対して所有権主張できなかったんですよもし悪意者の手にさらに渡った場合には A は D に対しては主張できるってなるとコロ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 ,コロ立場変動するでしょう。それはあまりにも法的安定制外するということで一旦全員者の手に渡った時点で話はおしまいまああとは A さんの不利益だとかに関してはもう B に対する損害賠償なりで決着をつけるしかないわけでそもそもあなたがやる,やる,やる必要のなかった漁業時の売買なんてことはやったら自業自得でしょうよというところなんです。ですからまあねえ C さんないしは姉さんどっちかが善意だったらもう今買った人は保護されますよという状況 ただ理論構成は違うんですが、えー、ただ処理はもう結論同じなので、えー、どっちが善意だろうとどっちかに善両方とも悪意だったら結果ダメですよ。C も D も悪意だったらあ A さんの土地です。A は B に対しても C に対しても D に対しても AB 売買虚偽表示だったから私の土地ですって主張できます。でも C や D どっちかが悪意だあ善意だったらあ A の土地。 ではもうないです。a ー三シにも D にも所有権主張できません。で,すでは続きまして、今度四番ですが。じゃあね、第三者法と登記の関係、えー、とありますが。これは民法百七十七条が、ちょっと絡んでくるような話なんですが。じゃあね、ここで。 原所有者を起点とした20条とありますがまず AB 仮想売買まあ虚偽表示とありますが AB 間で土地を売ったことにした買ったことにしたそして二番で転売しまして C さん善意でしょ。 でここまでで話が終わっていれば A は C に対してはあね虚偽表示の無効を主張できないですからもう C の所有権を否定できないんですよねただ A B C のこの一列で並んだ関係だけで済むとまあ A と C とはあ A は C に対して虚偽表示の無効を主張できないから C さん保護されるただそれは A B C の関係において C さんが保護されるだけであってじゃあこの後 A. がもう悔しい、なんとかならないか、D. に対してこの土地を売ったんですよ。そうすると、まあ、いわば。A. を起点とした。C. バーサス D. の対抗関係。C. バーサス D. の対抗関係ってことは。えー、結局、先に登記を備えた C. ない C. は D. どっちかが保護される。 ですから C さんが94条2項で保護される善意だったら保護されますよと言ってもそれはあくまでも A との関係においてであって他の第三者との関係においては177条を持ち出さなきゃいけない場面もあるんですと。よって例えばね えー、A. B. 売買虚偽表示です。で、そして B. C. 転売 C. さん善意です。そうすると、まあ、ここで終わってれば、C. さん、ああ、善意ですから。まあ、なんなら A. に対して登記をこっちに起こしてくださいとも言えちゃうんですよね。A. はそれを拒否することはできないんですよ。A. B. 売買が無効だってことは、B. は、あ A. は C. に主張できませんから。ですから、C. は、あね、えー、A. あの、A. に対して登記請求できるし。A. か A. はそれに応じなきゃいけないんですね。ただ。 を備えていなかったならば A が D2 乗としたら A D 間で所有権に転登期を備えてしまったら登記を備えた D に対しては C が我こそは所有者だとは言えないんです。で、えー、ここの理屈としてはちょっとまたページ戻ってもらいます。さっきの2ページの上のところ。 えー、虚偽表示の効果として当事者間では無効ですでも第三者に対する関係で虚偽表示の無効を全員の第三者に対抗するもともと、えー、の所有者は全員の第三者に対しては無効主張できないだけであって、ね、もう世界中誰に対しても全員の第三者が保護してあげますよってわけではないんですね。 記を備えないでももも C さんん世界中の誰に対しても保護してて保護あげるわけじゃないんですですから他の第三者との関係においては結局 A は C に対して漁業時の向こうを主張できないけれども C さん登記を備えないで A から買い受けた D さんに対して私我こそが所有者ですってことを主張できるわけではないんです。 まあこれ A を起点とした二重条と関係ですよね。百七十七条、当期の所在で決着をつけてくださいと。まあなので、えー、まあ自分が土地を買ったならばとっとと当期を移転しておかないと、後から出てきた人に負けちゃうこともあり得るんですよと。ねやったやった九十四条二項だ。ああね私は善意だったから保護されるって安心してる場合じゃないんですよ。 えね、あのだったらもう早く闘機をこっちに残してとでもしておかないとお、ねえー、もうあの A さんは悔しい絶対 D には土地やりたくないと思ったらあ、ねえー、あの C に土地はやりたくないと思ったら第三者 D に売却してそっちに闘機を移転してしまったら、まあ、残念ながら C さん土地は諦めざるをえないとってただあとはもう損害賠償なりで決着をつけるしかないかなというところではあります。 ですからここで言いたかったのは94条2項によって第三者が保護を受けるには、えー、善意のほか登記まで必要ですかっていうと A との関係だったららはいらないなんですす単なるる善意ででで保護されるんですでも他の第三者との関係においてはあ、ね、自分の権利を使用するんだったら登記という武器が必要です。 じゃあ今度、2番中間車を起点とした二重譲渡というところなんですがでこの中間車を起点とした二重譲渡というのは、えー、話として AB 間の仮想売買虚偽表示、まあ、B さんとんでもないやつなんですね、えー、C に対しても売って D に対しても売りました。そうすると、まあ、第三者がいっぱい出てくるんですよね。 AB 売買で何な,なら D さんだってこと知りませんでした、ね、そうすると C が「じゃあちょっと待って私は AB 売買無効」バイバイ向こうってこと知りませんでしたよ。ねそして、えー、D だって「ちょっと待って私だって B さんから買った時に AB 売買無効だってこと知りませんでした」。の第三者が2人も出てきましたよさあどっちが勝つって言ったらこれ B を起点とした177条ね。 よって、えー、これも C と D は対抗関係ですと。ですからここでね「D」が悪意だったらもう D, D さん今回保護される関係にはありませんから D さん悪意だったらもうね「C」は「C は D」とか無視しちゃっていいんですよ。「D」も善意だったら B を起点とした対抗関係。 ね、買ったら早く登記をしようねというところですね。じゃあ次、まあ論点としてはラストなんですが、じゃあ次ね、えー、今度五、えー、番で第三者が保護される場合の当事者。これね、問題文で問われたときに聞かれ方にちょっとね注意してほしいんですよ。ね、設問です。問題文、えー、読むときに気をつけてほしいのが、ここでね。 AB 売買売買買仮想ですもう何度も出てきた事案そして b c 転売 C さん全員です、まあ、あそこ C さんのところに94条2項ってありますが C さん全員だと思ってください全意だからまあ94条2項で保護されるという状況なんですがここでですよ C さんはい全意ですから保護されます保護されますと言っても A が C に対して虚偽表示の無効を主張できないだけなんですよ。よって枠の中 A は善意の C に一売買の無効主張できないが A は B からの請求には無効主張できると。これももう一回戻ってみてください。2ページの上のところ。ね虚偽表示の効果として当事者間では無効当事者でいうと AB ね。 AB 間では無効ですから A は B に無効を主張できるけれどもただ、えー、第三者に対する関係では、えー、虚偽表示の無効全員の第三者に対抗することができない。第三者に対抗できないけれども当事者に対しては無効を主張できるんでしょうよってこの場合は下のとこね ね、例えばですよ、えー、じゃあ,あこの事案において問題文で A は C に対して無効主張できないって出てきたらそれは「丸ですね。善意ですからでも A は C が善意の場合 A は B に対して無効主張できるって書いてあったら「丸ですね。A は B に対しててて無効主張でできないって書いてあっっ書あたら罰ですよ A はは B に対しては無効主張でできるんですだって当事者ですから。なのでこれ全員の第三者が出てきたら AB 売買が有効に転じるとは言ってないんですよ。AB 売買は虚偽表示で無効です。 BC 転売が C さんが善意だったら保護されるだけで C さん善意だったら AB がひっくり返って有効になるとは言ってないんです。もうう一回戻りましょうか虚偽表示は善意の第三者が出てこようがこまいが、えー、虚偽表示は無効なんです。 ただ善意の第三者に対しては無効主張できないよってだけなので善意の第三者が出てきたら AB 売買が有効になって所有権が A から BB から C って移るわけではないんです。善意の第三者が出てきたら A は C に無効主張できないだけであって依然として AB 売買無効なんですね。 よってて A はは B に対し無効できると。C さんが善意だったら AB 売買が有効に転じて所有権が AB 移転 BC 移転というわけではないんです。 まあなのでまあこういった場合のじゃあ登記の処理を AB 移転じゃないんだったら結局 C 名義の登記ってどうするのというところなんですがあのここはもうあのまあ権利の部の方なのであの多分皆さんの試験では積極的に聞かれないと思いますがあの申請の登記名義の回復とかねえあのちょっとまあそういうね物件変動がないけど現在の所有者名義にしなきゃいけない場合に奥の手の手まあそういった形でえだって AB 所有権移転してないので。 AB で集計に転じてないけれども C 名義の登記を実現する奥の手っていうのは権利部広告の方では存在するのでまあとりあえずそこまでは決まって聞かれませんよ。えー、ということで、えー、問題文で問われたときに全員、えー、の第三者が出てきたら誰に対しても無効主張できなくなるわけではないので引っ掛け問題としては C に対しては無効主張できない。でも 善意の第三者 C が出てきても B に対しては無効主張できるので、あのこれ過去に司法書士試験でも引っ掛け事案として問われて、まあ善意の第三者はいダメってことで皆さんそこにまんまと引っかかって、えー、という方多かったんですが、あそこはちょっと聞かれた誰に対してなのかって注意をつけてください。善意の第三者に無効主張できないだけですよというところ。 てことで、まあ、いくつか事案、えー、見てきましたけれどもあの虚偽表示で、えー、まあもうちょっとね話突っ込んでやるとあるにはあるんですがおそらくでもこれ以上の事案ひねってまでは多分出さないとは思うので、えー、過去の本試験問題とか見てみてもね。 えー、なので、えー、虚偽表示の事例形式の問題出てきたら、えー、これらいずれも、まあ、あの全パターンもうね、えー、ある程度さっきの公式に当てはめてもらって、えー、考え方の理屈、えー、持っていただければあ、ね、少なくとも虚偽表示の問題で、えー、出てきたら、まあ、軸足にすることはできると思うんです。 ねえーまあ、あのここから直前期あ,の、ね、あんまりそんな民法に2本時間かけてもいられないと思うんですが、ね、ただまあ3問中、まあ、できれば2問取っていただきたいかなというところであのぜひです、ねえー、頑張っていただきたいかなということでおまけとしてちょっと次のページ見てくださいこれ土地局調査士ってこういうことやりますあの司法書士って、ね、よくね あの困った時の何番みたいな、えー、過去の正解番号の、あのー、まあ数ね統計ね、えー、なんですが、まあ、ちょっとねとりあえず直近5年分だけ、えー、引っ張ってみましたがねあの、あのー、まず正解番号が1番になること平成30年、えー、20問中3問しかないんですよ。 でえーまあ、去年ね、えーまあ、一番多いのがあ、ねあのーねえー、4番が正解番号になることが、まああねえー、去年は多かったですね平成30年で、えー、その前はあね、えー、まだ4番多いですね司法書試験の世界でも困ったら迷ったら4とかいうのが定説なんですがただ司法書試験でも今年は4だったねとか今年は3だったねとかいうことがありまして。 ね、えー、まあ、あのー、過去見ても例えば28年だったりすると正解番号2番だったりすることが多いんですよ。ね、あとまあね、えー、27年なんかだと、えー、まああのね、えーまあ、10問ね、まああのねえー、3番が正解し26年なんてもう圧倒的に3の年ですよね。でここで言いたいのは。 正解番号が一番になる確率って一割約一割ね。あのこれ結構司法書試験でもそうなんですよ。一番と五番って割合い低いんですね。あの正解番正解番号二三四になることは多いです。ただ自己責任って <laughs> 参考程度にあのまあねあの。 あとまあそうですね2番3番4番になることが割合的にもまあ多いですよねというところであの20問中のまあ割合として択一ねえートータル20問でえあのまあとりあえず出してみたんですがまああのそこであのまあ1番か5番の確率ってのは結構低いんですよねとこれ他の資格試験とかでもそうなんですねあの組み合わせ問題とかが多かったりすると1番とか5番の確率でまあ低いですとあ。とあ 例えば皆さん、答練とか公開模試とか受けてても同じ番号がマークで続くとちょっと動揺しませんあの同じ番号が例えばね4番が4個連続で続くと1個ぐらいちょっと3にしといてみようかなとか、えー、4番が4個続くとんか、多分どれが違うよだとか、うん、ちょっと不安になると思うんですよ。作るがそこままで考えてません で過去に土地価格調査士でも 4, 番が 4, 回4問連続正解番号ってことあったんですね。あの司法書士でもそれ結構あるんですよであの、まあ、私もね実際あのその問題だとか作ったりすることもあるんですが作る側って別に他の問題とのねバランス考えてないんですよ。もしバランス考えてるんだったら1番だって正解番号になること多いはずでしょ。ので同じ番号が連続しても えー、慌てるなとあのまあまあ信じられるのは自分の力だけ自分だけなのでもしかしたらこれ外した方がいいんじゃないかってもちろんね、えー、外して正解することともないとは言えませんでも往々にして、えー、外すといやこれ直さなきゃよかったななんだ4回,4回連続4番じゃんとかいうこともあるにはあるので、ねえー、なのであの同じ番号が続いてもまあ焦らないことと、まあ、あとはまあそうですねあのー そうですね、あの例えば最後の最後に迷って例えば自分は2番に一応丸つけといたけれどもちょっと時間余って見直してみるとやっぱりこれなんか3番直した方がいいかななんとなく直したとなんとなく直すともちろん直しといてよかったっていうか割合もあるとは思いますが確率的には直さなきゃよかったということの方が多いでしょう。 でこれは別にあの司法書試験に限らず土地科学調査試験に限らず他の司法試験とかでも何でもそうなんですが一般的には番号を直すときには明らかなミスに気づいたとか自分を説得するだけの理由が,あが見つかったという場合じゃな,いなければ一般的には直さない方が良いと言われています。 えなので、あのーねえー、そこも含めて、まあ、ここはあくまでも自己責任として、えーねあのー、なんとなく分かんないからとりあえず1番にマークしてみようっていうのはあ、ね、これやっちゃいけないもうどうせマーク分かんないからどうせマークするんだったら234取るかですよね。な感じで、あのー、あとは自己責任で使ってください。 ということでまあここから、まあ、あの生だとこれからまあ約1か月、えー、皆さんね最後全力で尽くされると思うんですが、ね、本試験会場でも信じられるのは自分だけです、えー、周りの答案ちらちら見えてきても、えー、もう自分の答案だけ信じてください、えー、ここから1か月全力の頑張り、えー、ねあのぜひ非降格勝ち取っていただきたいかなと思いますでここで皆さんもそうだと思うんですねここで今年微妙にだめだと民法改正ありますからね あのね、ぜひ現行法のうちにすると受かっていただきたいかなと思います。それでは皆さん、えー、ね、本試験頑張ってください。お疲れ様でした。